皆さんこんにちは、森崎アリスです。私誕生日なんですけど、後藤に言われて LINE をしたんですけど、このミッションがはてさてっていうところなんです。で、ミッションゴールズデッドタウンな、ゴールドよくわかんない。ちょっと行ってみます。後藤がコインロッカーになんかプレゼントを入れたみたいなこと言ってて、コインロッカーの鍵を探さなきゃいけない。ゴールドデッドタウンを解読したな。ゴールドデッドタウンをわかる。ゴールドデッドタウンっていうのをまず解読するためにはそこに行かなきゃいけないんですよね。ここに行かなきゃいけないんですよね。ここだよね。錦糸町。え？ゴールド、ゴールドデッドタウン。嘘じゃん。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って。ごめんなさい。違います。ちょっと待って。は？ちょっと待って。ごめんなさい。違うんですよ。違う。だってあれ見て、錦糸町って書いてあって。ちょっと待って。すっげー、待って、ちょっと待って。私が今まで錦糸町に来てって言われたのよ。で、錦糸町に来たのよ。で、まさか一番最初のミッションがゴールドデッドタウンをずっと探しててジムかなとか思ってたの。錦糸町ミッションとりあえず1個クリア。コインロッカーって書いてあって、森有の誕生月プラス年齢、森有の誕生月足す年。じゃあ0425。でも4がないよね。ないです。ここ以外にコインロッカーってあるのか。でもそこからだよね。多分ない。あれ待って、もう一回見て。あ、ないどこのコインロッカーか。どこ。あった、あっちにある。ちょっと、あっちじゃない。あっちにある、コインロッカーが。ちょっと待って。なんかありそう。ねえ待って、あるよ。ちょっと待って。あ、なんかある。鍵入ってない。ちょっと待って、私今普通に泣きそう。なに逆に、なに、ちょっと待って、なにこのサプライズ。私これさ、今ここの中でなんか入った、ケーキ的な入っててイエーイで終わるのかと思ってたら、なにか、なんかコインロッカーの中に鍵があるってどういうこと。まだ違う鍵。なに、やだ。やだ。なに、猫ってるよ。すげえ。後藤すげえ。ちょっと待って、これで終わりじゃないよ。怖え。ひたすら怖え。ちょ、しかもね、ほら404。404ってどこ。すごい嫌なんだけど、逆に。うわ、開いた。ここでいいの。愛してる。ちょっと待って、まだ見てないんだけど。ちょっと待って。なんかしかもでっかいじゃん。あー、かわいい。食べれない。ハッピーバースデーって書いてある。食べてほしいの。食べて。食べるの。チョコめっちゃやばい。Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。結構ついてるじゃん。舐めて。ベロ伸びないんだよ。痛いもん。結構まぶてる。